どうも、こんにちは。ギター講師のヒデです。今回はですね、前回の、6弦ルートと5弦ルートの C メジャースケールに続いて、今回はですね、4弦ルートの C メジャーコードの、この C メジャーコードの付近の C メジャースケールと、あと、3弦ルートのですね、C メジャースケール。まあ、3弦ルートはたった1つしかないので、そのをですね、紹介していきたいと思います。で、まずですね、この、4弦の10フレットをルートとしたこの C メジャーコードがあると思うんですけども、もしくはこちらの C メジャーコードがあると思うんですけども、この付近でまあ、C メジャースケールはですね、合計3つありますので、まずはそれを紹介していきたいと思います。で、1つはですね、この付近である C メジャースケールとしては、このですね、このドレミファソラシドがありますので、これの運指を一つずつ紹介したいと思います。まずですね、ルートはですね、4弦の、10フレットを小指で押さえます。で、次のレがですね、3弦の7フレットを人差し指。で、ミが、3弦の9フレット。で、ファが3弦の10フレットを小指。で、ソがですね、2弦の8フレットを中指で、ラが、2弦の10フレットを小指で、シが1弦の7フレットで、1オクターブ上のドが、中指で1弦の8フレットなので、フレットの数で言いますと、4弦の10、3弦の、7、9、10で、2弦の8、10で、1弦の7、10で、ここから17、あ、間違えました、8、7、8、7、2弦の10、8、3弦の10、9、7で、4弦の8になります。この付近のドレミファソラシドもですね、まあ、よく使う、運指だと思いますので、これも覚えておくといいと思います。で、パターン2がですね、これもルートは全く同じ4弦の、10フレットから始まるんですけども、もう一つはこれになります。で、これもどうやって押さえてるのかと言いますと、まずですね、4弦の10フレットを、中指で押さえます。で、4弦の12フレットを小指で押さえます。で、ミが、3弦の9フレットを人差し指、ファが3弦の10フレットを中指、で、ソが、3弦の12フレットを小指、で、ラが2弦の10フレットを人差し指、で、シが、2弦の12フレットを薬指、で、1オクターブ上のドが、小指で、2弦の13フレットです。で、こっから下がっていくときに少しだけ運指が変わりまして、このドシラまでは全く変わらないんですけども、このソに行くときに中指で降りてほしいんですね。中指じゃなくて、薬指ファーミ、ミに行くときには人差し指でこのまま同じ人差し指で下がっていって、で、小指で、なのでドレミファソラシドって言った後に、ドシラ、薬指、人差し指、人差し指、小指、中指ってやってほしいと思います。なので、まあ、フレットで言いますと、4弦の8、あ、間違えました。10、12、4弦の9、10、12、2弦の10、12、13。で、13、12、10、4弦の10、あ、12、12、10、9、12、10になります。これがパターン2になります。で、最後の、まあ、4弦ルートのこの C のコードのもう一つのパターンになりますと、これになります。で、これはですね、またストレッチになってるんですけども、どうやって押さえてるのかって言いますと、弾き方はですね、4弦の10フレットを人差し指。
で 4弦の12フレットを中指で、ミがですね、4弦の14フレットを小指で、ファが3弦の10フレットを人差し指、ソが3弦の12フレットを中指、ソが、ラですね、ラがですね、3弦の14フレットを小指で押さえます。で、シが2弦の12フレットを中指で、で、1オクターブ上のドが、最後薬指で2弦の13フレットになります。これもですね、音質は全く変わらずそのまま下がっていくことができるので、まあ、ストレッチさえできれば簡単に弾けると思います。で、まあ、フレット数で言いますと4弦の10、12、14で、3弦の10、12、14で、2弦の12フレット13フレットで、13、12、14、12、10、14、12、10フレットになります。これが、4弦フォームの、合計3つの、Cメジャースケールになりました。で、最後にですね、この3弦ルートのこの C コードがあったと思うんですけども、この C コードの、まあ、メジャースケールをですね、紹介したいと思います。で、3弦のルートに関しましては、まあ本当オーソドックスのこの、このドレミアソラシドがありますので、まあ、これ本当すごいよく、多分一番使うんじゃないかなっていうぐらいすごいよく使うし、使い勝手のいいスケールなので、紹介したいと思います。で、押さえ方はですね、3弦の5フレットを人差し指で、レが3弦の7フレットを薬指で、ミが、2弦の5フレットを人差し指、ファが、2弦の6フレットを中指で、ソが2弦の8フレットを小指で、ラが1弦の5フレットを人差し指で、シが、1弦の7フレットを薬指で、1オクターブ上のドが小指で1弦の8フレットになります。で、運指もそのまま、同じ運指で下がっていけるので、簡単に、すごい簡単かと思います。で、フレット数で復習しますと、3弦の5、7、2弦の5、6、8で、1弦の5、7、8で、下がっていくときは8、7、5、8、6、5、7、5フレットになります。これが、3弦ルートの C メジャーコードになります。もう一つ言えばですね、こっちにも、この C メジャースケールもあるんですけども、運指上ですね、まあ、あまり使い勝手が良くないので、まあ今回はこれはちょっと割愛したいと思います。なので、この C メジャー付近の合計3つのスケールと3弦ルートの、1つのこの C メジャースケールを、今回は、合計4つのですね、C メジャースケールを紹介させていただきました。今回もですね、最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。